こんにちは今回はフォントについて簡単にご説明したいと思います。前回お話ししたワードや Excel などを使う方は聞いたことがあると思いますがフォントとはパソコンなどの画面に表示したり紙に印刷したりするために利用できるようにした書体データのことです。本来は同じ大きさで文字のデザインが同じ活字の一揃い を指す言葉だったそうですが最近ではパソコンなどの普及により書体データの方を指して言うことの方が多いようですパソコンなどのコンピューター用のフォントは2種類に分類できますそれぞれの文字の幅が統一されているフォントを等幅フォントそうでないフォントをプロポーショナルフォントと呼びます一般的にプロポーショナルフォントの方が 自然で読みやすいとされているようです普段は気にしていないと思いますが気にしてみてみると面白いかもしれません